開幕まであと1週間です。夏の甲子園に出場する明豊高校が日本一に向けて練習に励んでいます。大分大会で4連覇を果たし、10回目の夏の甲子園に挑む明豊。決勝戦の2日後から練習を再開しました。ノックでは集中した守りを見せたほか、打撃練習ではマシンの速度を140キロ以上に設定して打ち込むなど、およそ5時間汗を流しました。甲子園で優勝することを目標にしてやってきたので、その今は甲子園で勝つことしか考えてないです。楽しみにしかないというか、もう早く試合やりたいなという気持ちが一番です。明豊は明日の午後、甲子園に向けて出発します。組み合わせ抽選会は来月4日、開幕は7日で、目指すは日本一です。